100年に一度の大雪でも大丈夫さ。中国高速鉄道は新幹線より優れているからな。やっぱり無理でした。鉄道にとって雪は長年のライバルといえます。大雪による電車の遅延を経験したことがない人はいないっすよね。そんな厄介な大雪に対して100年に一度の大雪にも負けないと豪語したのが中国の鉄道当局。なんでも中国の最新技術によって大雪の中でも完全な安全性を確保しているのだとか。ところが実際に大雪が発生した時、中国の高速鉄道はあっけなく完敗したそうです。今回は雪に負けた中国高速鉄道と雪に負けない日本の新幹線の格差に絶望してしまった中国人のエピソードをご紹介するっす。中国人の僕にとって中国高速鉄道は誇りだった。世界で最も長い高速鉄道であり、安全性だって世界一。鉄道当局も中国の鉄道技術は世界トップ水準、100年に一度の大雪にも負けないと太鼓判を押している。これを誇りに思わない中国人なんていないだろう。日本人は世界初の高速鉄道新幹線が自慢らしいけど、中国の鉄道にはかなわないねと昔の僕はそう信じていた。それが勘違いだとも知らずにね。鉄道当局の言うことは嘘ばかりだったんだ。数年前の純粋だった頃の僕の話をしよう。冬のある日、中国を大寒波が襲った。雪もどんどん降り積もったよ。ちょうどその日は出張の予定が入っていたんだけど、僕は全く不安に思わなかったね。だって僕が使うのは高速鉄道だったから。100年に一度の大雪にも負けない我が国の鉄道なら、このレベルの雪だったら問題ない。飛行機や車にしなくてよかったと僕はルンルン気分で駅に向かったよ。だけど駅に着いた僕を待っていたのは運行大幅遅延のお知らせだった。しかも安全のために速度を 100km 近く落として減速運転するらしい。一体どういうことだ。100年に一度の大雪にも負けないんじゃなかったのか。そう思ったのは僕だけじゃなかった。駅の中に集まった人はみんな不満げな顔をしていたよ。なんで遅延しているんだと駅員につかみかかっている人すらいた。みんな大雪でも問題ないという当局の声明を信じていたんだ。それが嘘だったんだから怒るのも当然だよね。結局その日はずっと減速運転が続いて、遅延は一向に解決しなかった。僕も出張先に遅刻して相手側に平謝りする羽目になったよ。100年に一度の大雪にも負けないなんて大嘘を信じるんじゃなかった。心の底からそう思った。これが数年前の話。それ以来僕は当局の言うことは信じないようにしている。特に鉄道に関することはね。そんな僕にとって新幹線は衝撃的だった。中国で数年勤めた後、僕は東京支社に転勤していた。そしてこの時もまた出張する時に大雪が襲ってくるという事態に遭遇したんだ。しかも出張先は仙台。東京では大雪だし、仙台でも雪が降っているらしい。こりゃいつ到着できるかわからないぞ。僕は憂鬱な気持ちになりながら駅に向かった。鉄道は大雪に負けるというのが僕が学んだ教訓だ。だが駅に到着した僕の前には予想外の光景が広がっていた。新幹線は一切遅れていなかったんだ。電光掲示板にも遅れは表示されていないし、駅員さんに聞いても通常通り運行していますと答えてくる。まるで何かに騙されているような気分だ。だけど予約席に座った後も新幹線は順調に走り続けた。一切の遅れなくね。窓の外ではまるで吹雪のように雪が吹き荒れている。それでも新幹線には何の影響もないんだ。
雪に負けた中国の鉄道とは段違いだ。衝撃的だったよ。中国の高速鉄道を信用しなくなっていた僕だったけど、それでも日本の新幹線には勝っていると思っていた。心のどこかで日本を見下してたんだ。だけど結果はどうだ？雪に負ける中国と雪にも負けない日本、どっちが優れているかなんて明らかじゃないか。日本の新幹線は中国の高速鉄道より優れている。僕の経験がそれを証明していた。あまりのショックに僕は隣に座る日本人の同僚に問いかけたよ。新幹線は雪でも走るんだね。危なくはないのかな？同僚は、どうしてそんなことを聞くんだろう、みたいな顔をした。走ってるってことは危なくないってことでしょ？それに、新幹線が雪で止まるって聞いたことないし、対策がしっかりしてるんじゃないかな。そんなに不安に思わなくても大丈夫さ。同僚の答えも僕にとっては衝撃的だったよ。だって新幹線は日本人から信頼されているってことだから。中国の鉄道当局はできもしないのに大雪にも負けないと豪語して乗客からの信頼を失ってしまった。日本はその逆だ。新幹線は大雪に負けないという結果を示し続けて乗客からの信頼を勝ち取っているんだ。大雪に負けないと言い張って実際には負けた中国の高速鉄道。ひたすらに大雪に負けないという結果を残し続けた日本の新幹線。結果も大違いだけど、嘘をつく中国と正直な日本という言葉が思い浮かんだ。中国は今も高速鉄道を作り続けている。だけどそれが本当に安全なのか僕は不安に思うんだ。以上、日中の高速鉄道の大雪対策にショックを受けた中国人のエピソードでした。日本に勝っていると思っていたらそれが鉄道当局の嘘だったなんて、この中国の方には少し同情してしまいますね。新幹線は世界でもトップレベルで雪に強い鉄道です。中国が追いつくにはまだまだ時間がかかりそうですね。実際雪の中をシックする新幹線の動画には外国人から称賛と驚きの声が多数寄せられていました。その反応の一部をご紹介します。こんな大雪でも運行を続けられるなんて素晴らしい。はっきり言って普通じゃない。日本だけは22世紀に生きているようだ。俺の国オランダでは絶対に見られない光景。たった1センチでも雪が積もれば鉄道は全面運行停止だからな。雪を吹き飛ばしていく新幹線、美しい光景だ。車内からはどう見えるんだろう。また日本に行きたくなったぞ。以上のように日本の優れた雪対策が絶賛されていました。しかし新幹線も最初から雪対策が万全だったわけではないっす。現在の雪にも負けない新幹線は半世紀以上にわたる技術と経験の積み重ねによって作り上げられたものなんです。1964年世界初の高速鉄道である東海道新幹線が開業。この時新幹線の雪対策は極めて不十分でした。東京オリンピックに間に合わせるための突貫工事だったため、雪が降ったら除雪車を走らせるという在来線と同様の対策しか行われていなかったんです。でも新幹線と在来線では速度が違います。開業翌年の1965年1月から新幹線の車両に破損が相次ぎました。原因は高速走行で舞い上がった雪。新幹線が作る強風によって線路の雪が舞い上がり車両の下に付着。走り続けるうちに雪はどんどん成長して雪の塊になります。そして成長しすぎて落下した雪の塊が線路の砂利を跳ね飛ばして車両の下の機械や窓ガラスを傷つけてしまったんです。
世界初の高速鉄道だったせいで、雪の影響について誰も知らなかったんですね。しかし、当時の技術者たちはこの事態にすぐさま対応したっす。線路脇にスプリンクラーを設置して、雪を溶かすことで雪問題を解決したんです。そして、後発の東北新幹線や上越新幹線では、さらに進んだ対策が取られるようになります。それは、レールを支える素材を砂利からコンクリートに変えること。東海道新幹線で雪が問題になったのは、レールの下の砂利が落下した雪で飛び散るからでした。砂利の代わりにコンクリートの塊を使えば、そもそも砂利が飛び散ることはなくなるっすよね。東海道新幹線の経験を生かして、後発路線ではさらに進んだ雪対策が取られたんです。ちなみに、北陸新幹線ではコンクリートを使用した上で、融雪パネルという熱で雪を溶かす装備も設置されています。北陸新幹線が運休したのは、2015年の開業から2022年現在までで、たったの2日間だけ。60年にわたる経験と技術の積み重ねによって、新幹線は雪に強い高速鉄道になったんです。そんな日本の技術は、海外にも羽ばたいています。日立製作所が製造した、イギリス向け高速車両、ジャベリンス。日立製作所といえば、初代新幹線である0系から最新の N700SK まで製造に関わり続けた会社。そんな日立が作ったジャベリンも雪に強い車両なんです。ジャベリンが大活躍したのが2009年12月、イギリスを大寒波が襲った時でした。大寒波によってユーロトンネル内で欧州製車両が立ち往生してしまったんです。トンネル内外の温度差によって電気系統に結露が発生したことが故障の原因でした。しかも報告が遅れたために1両が立ち往生した後も後続車両が次々とトンネル内に侵入。結局5両の車両がトンネル内で止まり、合計2000名の乗客が閉じ込められる騒ぎになってしまったんです。この事態を収束させたのが日立製のジャベリンでした。イギリス当局はユーロトンネルへジャベリンを派遣。ジャベリンは欧州製車両が立ち往生した原因である結露にも負けず、閉じ込められた乗客たちを全員救出したんです。寒さに強いジャベリンならではの成果と言えるっすね。ちなみにこの大寒波の時はユーロトンネル以外でも鉄道の運休が相次いでいました。しかしジャベリンだけは通常通り運行していたそうです。この無敵っぷりには皮肉屋が多いイギリス国民も手放しで称賛したのだとか。実はこの一件までイギリス国内にはイギリスの風土に不慣れな日本メーカーに車両を任せて大丈夫だろうかという声もありました。イギリスで日本メーカーの高速車両が採用されたのはこれが初めてだったからです。しかし大寒波での一件でジャベリンはイギリス国民から絶大な信頼を勝ち取りました。結果を残して信頼を得るという意味ではジャベリンも新幹線も似ていると言えるかもしれないっすね。新幹線が世界で最も安全な高速鉄道と呼ばれているのも、乗客が命を落とす事故は一切発生していないからです。一方、日本以外の高速鉄道では大小様々な事故が相次いでいます。例えばドイツの高速鉄道 ICE、 1998年6月脱線した車両が陸橋の橋脚に衝突し、陸橋が崩落。陸橋に押しつぶされた5号車に後続車両が次々と激突し、101名の方が命を落としました。高速鉄道に限れば史上最悪の脱線事故っす。鉄道大国であるフランスも脱線事故を起こしています。2015年11月にはテスト走行を行っていた TGV 車両が急カーブに計画以上の速度で進入し、そのまま脱線するという事故が起こりました。当時運転室には7名が入室しており、
誰かが速度を確認しているだろうと思い込んでブレーキをかけるのが遅れたのが原因だと言われています。ちなみに韓国の高速鉄道 KTX は数年おきに脱線事故と衝突事故を繰り返しています。2022年1月には車輪が外れて脱線するというとんでもない事故を引き起こしました。メンテナンスとか検査とかちゃんとやっていなかったんでしょうね。こうして他国の事例を見てみると新幹線が非常に安全な高速鉄道であることがよくわかるっすね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、大雪による遅延や事故の心配がない新幹線のありがたさを改めて実感しました。それにしても中国の高速鉄道は大雪に負けないなんて言っておきながら散々っすね。どうしてこんなくだらない嘘をついたんですかね。大雪が降ったら嘘がバレるとは誰も考えなかったんですかね。まあ中国では共産党が出した経済成長目標に合わせるために統計の数字を偽造するなんてのが日常茶飯事です。似たようなことが鉄道でも起きたのかもしれないっすね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。